ちゃんくん、ぽんちゃん、おはよう。昨日は、ライブのせいでですね、だいぶ疲れてきたので、というよりは遅く帰ってきて遅く寝たので、朝、今朝寝坊してます。ちゃんくん、うん、そしてぽんちゃんも、うん、うん、はいよ。ぽんちゃんね、昨日はコラボデイだったんだよ。いろんな人と一緒にやってみました。よかったねって、おおむね好評でした。よかったねって、ジャン君とぽんちゃんも今度見に行くねって。ほんとだな、あ、くしゃみが出そう。びっくりもしないね。うん、そのたんびにそっち向くけど、特にちゃんくんがへっって向くけどね。ウィーン、かわいいね。うん、あ、噛んだ。甘噛みならいいからね。ちゃんくん、ちょっとね、加減をもう少し分かるようにしないとね。ちょっと興奮して思いっきり噛むときあるからね。はい、ただいま、ジャン君。迎えに来てたくせに、大きい荷物を持ったおじさんが入ってきたら、こんなとこに逃げ込んだね。ジャン君。はい、出ておいで。はい、ポンちゃん。ポンちゃんは度胸を座ってますね。ん？その代わり？ジャン君のとこ行きたいのかな。どうですか。面白い2人です。さ、今何時でしょうか。まだ10時前かな。今日は意外と早く帰れました。通称ラーメンライブ。なかなかね、暑い。暑いというのは気温が暑い。ラーメン屋さんの2階の、まあ、空調だとなかなか、涼しくなくてですね、窓を開け扇風機を置いて、ライブをやりましたが、みんな結構汗だくでした。はい、お疲れ様でした。明日はなんか台風が来るそうで、家にこもりっきりになりそうなので仕事でもします。